どうか、我何時の敵にあらず、何時我の煮えにあらず、我は片割れ、我は肥沃、等しき洋乱にまどろみしうつつの屍、うわるしるべぬかば混迷の道に至る、定められしその名を受け入れよ、何時の名。ニャルラトホテップ。アインマルト、事件だ。力を貸せ。やぶから棒になんだね。僕に力を貸せというからには相応に面白い事件なんだろうね。ラトニーが姿を消した。ラトニー、ああ、例の図書館での事件の。誘拐でもされたのかい？いや、一人で出ていくところを目撃されている。じゃあ失踪、いや家出かい？やれやれ、僕は家出娘を探すのに興味はないのだがね。我は混沌、我は鍵、門を開く銀の鍵、我は遥かなる主を迎える地に敷かれし、無垢にして不浄なる紐を線。それが姿を消す直前にラトニーが口にした言葉だそうだ。どうだ、どこかの誰かさんを思い出す言葉じゃねえか。なるほど、思ったより楽しめそうな事件じゃないか。そうでなきゃお前に声はかけねえよ。でもどういうことだ、あのラトニーはただの村娘のはずだろう。以前の事件の際、ニャルラトホテプは彼女の姿を模した。あれが偶然ではなかったとしたら、いや、それともこうしたのか。混沌、鍵、遥かなる主。興味深いね。おい、ハインバルト、自分の世界に入るのは推理を終えてからにしてくれ。何を言っているんだ。全ての推理がこの場で終わるなら、君は僕のところへ来たりしないだろう。ま、そうだな。じゃ、行くとするか。行く？まさかラトニー君の居場所が分かっているのかい？ああ、目星はついてる。おい、クーガー、それならわざわざ僕が行くこともないじゃないか。一筋縄で行きそうにないからお前に声をかけたんじゃないか。ラトニーが向かったのはティンソムの村、またの名を不老不死の村。おい、クーガー、ティンソムの村とやらにはいつ着くんだい？もうすぐのはずだが、何せ地図にも載ってないような村だからね。一体どういう村なんだ？随分と大それた異名があるようだが。俺も詳しくは知らないが、その村に行けば不老不死になれるなんて噂がある。不老不死ね。秘境の伝説としてはそう珍しくもないが、いちいち真に受けるようなものでもないだろう。50年前、セントロータス近くの漁村にティンソムを目指して旅立ったじいさんがいたそうだ。当時80を超えていたって話だが、ついこの間そのじいさんが帰ってきたんだよ。それも昔のままの姿で。ほう、
推定年齢130歳のその老人はどうなったんだい？一晩で消えた。それも家族を道連れにな。何？翌朝近所の村人が見たのはまるで大きな獣に食われたかのようなその家の家族の死体だが、老人のものと思われる死体はそこにはなかったそうだ。村人の中にはその晩巨大な化け物を見たなんてやつもいるらしい。酔っ払いの戯言とされてはいるが。なるほどね。僕は今からそんな怪しげな村に連れて行かれるのかい？ああ、嬉しいだろう。お前好みの村だろうからな。否定はしないが、もう少し近くならもっと嬉しかったんだがね。僕ともあろうものが口車に乗せられてこんな偏僻な場所まで来るとは。ぶつくさ言ってねえで歩け。歩かなきゃいつまでもつかねえぞ。真理ではあるが実につまらないね。ああ、真理とはかくも退屈なものか。いいから歩けっつってんだろ。このままじゃ。人影、いや誰かが倒れているのか。クーガ、あれはラトニー。ラトニーじゃねえか。なんでこんなところで倒れて。おい、ラトニー、ラトニー。休ませないと。村に向かうしかないだろうね。ああ、急ぐぞ。ここがティンソムの村か。一見どうということはない村だが。村のことは後回しだ。まずは休めるところを探さねえと。助かったぜ。おい、あんた。おい、立ち去れ。何？立ち去れ。なんだ？立ち去れ。害をなすなら退去か排除か、二つに一つ。 おい待ってくれ。俺たちは宿を借りに来ただけで。立ち去れ。盗人には容赦はしない。ふらりと立ち寄った旅人が盗人に見えるほど、君たちは何かを盗まれるのを警戒しているのかね。さぞかし貴重な宝物がこの村には眠っているのだろうね。お前な、こんな状況でむやみに挑発してんじゃねえぞ。盗人、盗人め。ハスター様の祝福をかすめ取る盗人に容赦はしない。ワンコっちゃねえ。おい、責任取って何とかしやがれ。何とかね。さて、どうしたものか。
様、よくお考え遊ばせ。飢えた獣が餌を得るために獲物以外に牙を突き立てますでしょうか。祭司様、ハスターの祝福はそれを心より望む者に与えられるもの。私たち善なる教団に欲する者を拒む理由はございませんわ。失礼いたしました。旅のお方、ティンソムの村へようこそ。いや、助かったよ。祭司様と呼んだらいいのかね。あら失礼、私アカーシャと申しますわ。私は善なる教団とやらの祭司ってわけか。どんな教団なのかゆっくり教えてほしいところだな。怖いお顔。私たちはすがるヨルベを探し求めさまよう哀れなハムシ、明かりにいざなわれ漂うだけの私宿者、イリアの都でなくばトガ人とでもおっしゃいますの、異端審問官様。そんな石頭のつもりはねえが、イワシの頭を拝むだけの仲良しクラブってわけでもなさそうだしな。では私たちが何を拝んでいるのか、後ほどたっぷりと教えて差し上げますわ。たっぷりとね。ほう、それは楽しみだ。君とはなかなか刺激的な会話ができそうだ。私もですわ。あなた様とのお話、とても興奮できそう。気の合うお仲間を見つけられて何よりだが、何か教えてもらえるなら今は宿屋の場所の方がありがたいね。あら、残念ですがこの村に宿はございませんの。ですが、まさか空き家をあてがわれるとはね。やれやれ、ずいぶん誇りっぽい建物だ。ま、長居するつもりはねえし、いざ。それよりもラトニーの様子はどうだ。しばらく休めば大丈夫だろう。遠からず目を覚ますはずさ。熱が上がってる。
心配ないさ。ちょっと興奮しただけだろ。それよりも彼女の言っていたことの方が心配だね。私じゃない私か。例の我は混沌ってやつのことか。うん。ラトニーがこんなところまで来た理由もそいつが原因か。うん。おい、少しはうんとかすんとか言ったらどうだ。やれやれ、こんな乏しい情報の中で何を言えって言うんだい。不確かなことを口にするのはごめんだよ。ち、相変わらずだな。まあいい、とりあえずラトニーは見つかったし、目的は達成したみたいなもんだからな。だと良いがね。塾よりマシとはいえ、床で寝ると体が痛いぜ。我慢したまえ。ラトニー君を床で寝かせるわけにはいかないだろう。そういうお前はちゃっかり。お父様、どうしよう、どうしよう、どうしよう。取り違えた囚人ですわ。あんた、ただ過ぎ去りし時を眺めることを永遠と言えるのでしょうか。辛辣だね。君こそがその囚人を縛る極利ではないのかね。いいえ、私もまた囚人ですわ。偉大にして矮小なる主に囚われたカゴの鳥。あんたならカゴなんざ食い破ってどこへでも飛んでいきそうだがね。あら、そんなことございませんわ。どなたかに扉を開いていただける時を待ち望んでおりますのよ。あなた様は鍵をお持ちですかしら。
私を解放して、私と共にどこか遠い星々へ旅立ってくださいます。あんたみたいな美女に誘われるとは男冥利に尽きるね。だが俺は誘われるより誘いたいたちなのさ。それが愛の強さを証明するに足るんだからな。やれやれ。面白いお方たち、お近づきの印に一つ忠告して差し上げますわ。この村では夜の間は外に出ないことですわ。何が起きても。何？お守り遊ばせ。この村に囚われたくないのなら。何が起きるのか楽しみだね。忠告を守る気はまるでないみたいだな。ま、気持ちはわかるがな。お、なんだ、地震か。これはうなり声、獣、いや、ここで黙ってる手はねえな。さて何が出るのか、ご対面だ。何？何？見たまえ。あれって、おいおい、他にもハスターがいっぱいいるぞ。一体どうなってやがる。苦しんでいるのか。始まりやがった。何なんだこれは。あれは、あれは昼間ハスターの祝福とやらを受けたじいさんじゃねえか。ああ体が。わしはハスター様の祝福受けたはず。受けたのに。ハスターの祝福の正体ということか。攻撃してきやがった。攻撃というか、むやみやたらと暴れているだけのようだが、さてどうする。降りかかる火の粉は払うしかねえが、やりづれえな。
つら急にどこかへ向かって一斉に移動を始めたぞ。誰かに呼ばれているのか。あの子たちはハスターのしもべ、もはや逃れられぬ宿命を負ったニエなのですわ。アカーシャ、このバカ騒ぎは一体何なんだ。いけない人たち、わざわざ忠告して差し上げましたのに、夜は外に出るな。忠告ね、僕には先導と聞こえたが、うがちすぎかな。さあどうですかしら。でもあなた様方に傷ついてほしくないと心より思っておりますもの。そいつはありがたいことだ。俺たちはママの腕の中で震えているほど可愛らしくもないんだ。それよりもあいつらは何なの。ハスターの祝福とやらを受けたじいさんがハスターと同じ姿に変わるところを見たぞ。あれは永遠を求めたものの哀れなり慣れの果てですわ。やはりあれが不老不死の噂の正体というわけか。不老不死ってのはあんな風になってでも欲しいもんなのかね。この村はハスターに囚われた村。無給を求める者は行為の虜となるほか道はないのです。そのハスターは何だってあんな真似をしてんだ。まさか慈悲の心なんて言わねえだ。門があります。それは愛しい人を迎え入れるための大いなる扉。はですが、その門に錠が下ろされていたとしたらどうなさいます。ハスターは錠を開くための鍵を探している。それこそ無関係なものまで集めてしまうほど闇雲に。私が言えるのはこの村には囚人しかいないということですわ。永遠、崇拝、死亡、執着、誰もが皆何かに囚われているのです。せめてお祈りいたしますわ。あなた様方が囚われぬよう。それとも、もう囚われているのでございましょう。どうした、ファインバルト。いつになく難しい顔して。どうにも嫌な予感がする。早いところこの村から出た方が良さそうだ。同感だが、珍しいな。むしろお前は残りたがると思ってたぜ。興味がそそられないわけではないが、面倒ごとの方が多そうだ。そうだな。夜が明けたら村を出るとするか。ラトニー、どうした？一体何が来るというのだね。わからない。でも怖い。何かが来る。いや、なんだ。まずいぞクーガー、外を見たまえ。見つけた鍵を。遥かなる門を開く銀色の鍵。今こそ解放の時。見つけた鍵を。遥かなる門を開く銀色の鍵。
持ちはしないだろうな。どうする？鍵を見つけたか。奴らの狙いは？ええ、そのお嬢様ですわね。ハスターは彼女を鍵だと思っているのでしょう。アカーシャ、お前どこから来やがった？抜け道か。誰とも知れぬよそ者にあっさりと家を貸すのだから、その程度の仕掛けはあると思ったよ。ご明察です。この家の地下から村の外の森へと抜けることができます。ここを通ってお逃げくださいまし。ありがたい話だが解せないね。君が僕らを助けようとする理由は何だ？むしろ鍵であるラトニー君を捕らえ門を開かねばならない立場なのでは？門が開かれたところで何かが解放されるわけではありません。むしろ新たに何かに囚われるものが増えるだけでしょう。囚われ続けるのは私たちだけで十分。ただそれだけですわ。その言葉を信じるだけの材料もないが、背に腹は変えられんか。今は信じるしかないな。頼んだぜ、アカシャ。はい、こちらへ。私だけが知っているわけではございませんので。まあ仕方がねえ。包囲を抜けられただけでも御の字だ。とはいえこちらには子供もいる。追いつかれるのは時間の問題だぞ。言っておくが、お前の足の引っ張り具合もなかなかのもんだからな、インバルト。では、言い直そう。僕がいる以上、追いつかれるのは時間の問題だ。おい、開き直りゃいいってもんじゃねえぞ。仲がよろしいのは結構なことですが、それどころではないかもしれませんわ。囲まれてしまったみたいですわね。いやね、送別パーティーへのお誘いならせっかくだが遠慮するぜ。随分と余裕じゃないか。何か秘策でもあるのかい？おいおい、このクーガー様は策がなけりゃ余裕を見せられないような小さい男じゃないぜ。要するに何の手立てもないということか。そういうお前はどうなんだ。なんかいいアイデアでもないのか。そうだね。とりあえず君が時間を稼いでいる間にゆっくり考えるよ。これだよ。面倒事は俺に押し付けてきやがる。少しはお前も体を動かせ。適材適所というやつさ。そうだろう、相棒。たく、仕方がねえな。こうなりゃ腹をくくる
しかねえか。さすがにごまかす相手は。祝福されし因子、名状しがたき種子、甘美にしてキーなる御事のりに従いし、儚き久遠の囚人たちよ。哀れなる優秀、千女たる模倣者、夜にほゆる恐怖を知らず。ラトニ。ああ、なんということでしょう。混沌をとらわば混沌に沈む。今日たるか、あるいは今日たるか。ハスターが怯えている。ラトニー君に。いや。深淵に浸らば、英語は刹那と化す。汝が手にする塵アクタ。混合のきらめきに傾かざれば、おこに至る。押し込まれし無休。果てなき呪縛、汝らが無謀、永劫の時に食い続けよ。ハスターたちが下がっていく。まさかハスターに囚われた者たちが怯えて逃げ出すなんて。我が前に立ちし者、混沌に触れし者、我に、ラトニー。ですが、先ほどの様子からすると彼女は大丈夫なのでは。どうかあまり楽観はしない方がいいと思うね。ラトニだぜ。はあ、
私にお任せくださいませ。お二人はどうかラトニー様を。村の中の最も大きな建物がハスターの神殿です。ラトニー様はきっとそこです。アカシャ、いや、しかしクーガ、ここは一刻を争う。お言葉に甘えようじゃないか。インバルト、お前まで。いや、わかった。じゃあ頼んだぜ、アカシャ。ええ、私は私の責務を果たしてご覧に入れますわ。よし、急ぐぜ、相棒。ラトニーが連れ去らわれたのはここか。ああ、間違いないだろう。よし、急ぐぞ。ございませんわ。あなたは。ようやく二人でお話しする機会ができましたわね。どういうこと？クーガーたちは。あら、残念。クーガー様とハインバルト様ならここにはいらっしゃいませんわ。今頃教団の神殿であなた様を探してさまよわれているでしょうね。あなた様はきっとそこだと私が教えて差し上げましたので。なんであのお二人がいては邪魔だと思いましたの。あなた様が本当のあなた様になるために。本当の私。あなた様にも分かっているのでしょう。本当のあなた様が何者か。あなた様は混沌。あなた様は黒き者。私は混沌。私は黒き者。あなた様は遥かなる使者。あなた様は鍵。主を呼び覚ます銀の鍵。私、我は遥かなる使者。我は混沌。我が身は情、ゆえに鍵。主を迎える忌まわしき道。あなた様は。我は。ニャルラトホテプ。そう、お素敵ですわ。あなた様はニャルラトホテプ。あなた様は鍵。さあ、その鍵をくださいませ。その鍵で私を貫いてくださいませ。私は門。主を迎え入れる不浄の門。今こそ私をこじ開けて遥かなる主を呼び覚ますのです。我が身は鍵。遥かなる主をたたえし鍵。ゆえに。さあ、
私の中へ。おっと、そこまでだぜレディ。無理やりってのはスマートじゃねえな。やはり門はハスターではなく君だったということか。あなた様方、どうして。見くびられたものだね。ハスターのもとに連れさらわれたなんて信じるわけがない。何せこの村にハスターなどいないのだからね。この村にいるハスターは全て人間が変貌したいわばコピー。そうなのだろう。なぜそう思いなのです。なぜって、村人に祝福を与えたハスターの言葉を覚えているかい。囚われた時の戒め、長き歳月を過ごしたる何時だったね。長き歳月を過ごしたか。ま、じいさんに言うにはおかしなセリフでもないが。だが不老不死を与えるハスターがたかが数十年を長き歳月と認識しているというのは奇妙じゃないか。つまりあのハスターは俺たちと同じような時間の感覚を持っているってこと。そう、あのハスターもまた変貌した村人と同じくかつては人間だったということだ。本物のハスターがどこにいるのか定かではないが、今のハスターがコピーであると祭司である君が知らないとは言わせないよ。それはこの村にハスターはいない。いるのは祝福を受けた哀れな囚人とそれを操る祭司だけだ。そういうわけだ。さあ観念するんだな、アカーシャさんよ。確かにあなた様方を見くびっていたようですわ。ですが一足遅かったようですわね。もうラトニー様の目覚めは済んでおりましてよ。我は混沌、月夜に吠える無謀の使者、遥かなる主をたたえし限り。なるほど、君の言う通りだ。それは実に残念だったね。残念。何をおっしゃっているのです。我は鍵、故に城、解放する者、閉塞する者、放迎する者にして拒絶する者、奔放なる牧場、故に門を閉ざすこともまた自由。使者たる者が主を迎え入れることを拒否しようというのですか。我が身は混沌、故に無限。君は思い違いをしているようだね。ニャルラとホテプが何者であるかを。我が身は混沌、故に無限。我は我が意志にして鍵、我が身をたぐる歓声に凶慢の報いを。なるほど、よくわかりました。確かに私が間違っていたようです。こうなった以上門を開くことは無理のようですわね。
今は引かせていただきますわ。ですけれど、遥かなる主の降臨は定められた事実。それが今かかつてかいずれか、その差でしかないのです。夢夢お忘れなきよう。夢夢お忘れなきよう。逃げたか。どうするハインバルト。放っておきたまえ。今彼女を追ったところで何の益もない。だな。それよりもこっちの方を何とかしないとな。おい、ラトニー。我が名は混沌。我が名は無。故に我が名はニャルラトホテプ。目を覚ませ。お前はお前だ。我が、私は。やれやれ、やっとお目覚めのようだね。手間をかけさせられるよ。なに、たまには寝坊もいいもんさ。さ、行くぞラトニー。いや、ダメ。私は私じゃない。私はヤルラトホテップ。ああ、どうもそうらしいな。で、それがどうかしたのか。言葉は正確に使いたまえ、ラトニー君。君がニャルラトホテプであることと、君が君でないことは同義ではない。図書館のニャルラトホテプの言葉を借りるなら、ニャルラトホテプとは数多の顔を持つ者の名だ。ニャルラトホテプという名の者は複数存在しているということになる。信じがたいことだが、ラトニー君がその一人という可能性もあるのだろう。だがそれはラトニー君がラトニー君でないことを証明することにはならない。要するにラトニーはラトニーってことさ。お前を避けたり排除する理由にはならねえよ。でもニャルラトホテプになったら、私が知らないうちにみんなにひどいこと。いつお前がひどいことをしたって言うんだ。今まではしていなかったとしても、ずっとそうだとは。ああそうだな。この先誰がどんな悪事を働くかは誰にもわからない。するかもしれないし、しないかもしれない。みんな一緒さ。いいかイラトニー君、君の様子が変わるのは実に恣意的なタイミングだ。自分から人を遠ざける時、自分が危機に陥った時、その上嫌悪感が上回る時には変化をしない。つまり君は自分の中のニャルラトホテプをコントロールしているということ。君が君である限り、たとえ君がニャルラトホテプであろうと、何の問題もないということだよ。私が私である限り。いいかラトニー、自分が何者かなんて重要じゃない。みんな本当は自分が何者かなんて分かっていないのさ。だから自分が何者かを知ろうとするより、何者になりたいかを考えるんだ。それがお前がお前であるためのよりどころになるんだからな。
おい、おまいいことを教えてあげよう、ラトニー君。この男は別に滑舌が悪いわけじゃないんだ。だが気取ったセリフを言おうとすると噛む。身の丈に合わないことをしてもろくなことはないという実例だね。だから噛まなかったということは格好をつけようとしたわけではない、心からの言葉ということだよ。だろう、クーガー。ああ、その通りだよ。その通りだが、お前の解説のせいで台無しだぜ。やれやれ、やっと笑ったな、ラドニー。その笑顔のためにここまで来たみたいなもんだ。笑顔を忘れるな。大体の問題は笑ってれば肩がつくもんだ。辛くなったり悩んだりしたらとりあえず笑っちまえ。いいな、ラドニー。いらしてくださるなんて嬉しゅうございますわ。ですが、望みを絶たれたこの哀れな女に何の御用がおありでしょう。確かめに来たのさ。君の目的は達せられているのではないかと思ってね。まあ、私の望みをくじいた張本人がひどいおっしゃりようですのね。なぜそのようにお考えですの？ティンソムの村は君にとって手のひらの上も同然のはずだ。僕らを出し抜く機会などいくらでもあった。それをしなかったのは事態が君の手のひらからこぼれていないということじゃないのかい？わざわざそれを確かめにいらしたんですの？ああ、君の真意がどこにあるのか興味があってね。ではお考え遊ばせ。朝が来るよりも早く鳴く鶏は一体何を目的としているのでしょうか？やはりそういうことか。いいえ、それでは半分。ほう、ではもう半分は。まどろむ無謀の片割れはまだいらっしゃるでしょう。私も興味があるのはあなた様。いかがです？明日の朝焼けを私と共にご覧になるおつもりはございません？なるほど。では、君と宵闇を共にする前に、僕からも問おう。ん？どうしてそう思ったのだ？僕が目覚めていないなどと。